願いの叶う本は、マル本体語作曲のマンドリンオーケストラ曲、アンサンブル曲である。編成の違いなどによる様々な版が存在する。2004年4月28日に喫茶エボで行われたコンサートシリーズエボボリューム3、マル本体語字作品によるオリジナルコンサートにて初演。マンドリンアンサンブル版にコントラバスパートを加え書く、パートに DVG を設けた合奏版。 2004年11月13日に京都、コンサートホールで行われた京都教育大学第45回定期演奏会アンコールにて、初演。マンドリンオーケストラ版にフルートを加筆した版。2008年4月10日に、品川区立総合区民会館キュリアンで行われた、大妻中学高等学校マンドリン部第43回定期演奏会にて、初演。 2008年3月30日にザシンフォニーホールで行われたアルテ・マンデレニスティカ結成5周年記念大阪公演20083人の作曲家たちにアンコールにて初演2012年9月17日長岡京記念文化会館にて行われたアルテ・マンデレニスティカ・アルテ東京特別公演丸本大吾作品集アンコールにて初演願いの叶う本に 末広賢治作曲の助奏を加えて演奏された。助奏は、ハッピーバースデーツーユー u の変奏曲となっており、演奏会翌日である9月18日の丸本、大吾の誕生日を祝う意味が込められている。2018年9月8日、第一生命ホールで行われた、アルテ・マンデレニスティカ・アルテ東京特別公演、アルテシモ2末広賢治、丸本大吾作品集アンコールにて初演。 願いの叶う本に、末広賢治作曲の助奏を加えて演奏された。助奏には、丸本大語作曲、時間の宝箱の主題が用いられている。他に編成不明の二重奏版も存在する。ありがとうございます。